デジタルレーダーとは平面上に多数の小さなアンテナを備えることで機械的な首振り動作を必要としないレーダーで全てのアンテナ素子の信号がデジタル制御によって処理されているもの従来のレーダーのようにアンテナを物理的に上下左右に動かすのではなく平面や曲面上に並べた多数の小さなアンテナからそれぞれ放射する電波の位相をデジタル回路で制御することで 電波を合成し空間を操作するレーダーである。デジタルレーダーの使用構成図各放射器からのすべてのレーダー波が個別にデジタル制御される。各アンテナからの受信波が個別にデジタル処理される。デジタルレーダーはアレーアンテナを使ったレーダーの一種であり、一家にそれらアレー式レーダーの分類を示す。アレー式レーダーの動作原理はホイフェンスの原理を参照のこと。 デジタルレーダーとアイサはサーキュレーターによって送信波と受信波を分離している。デジタルレーダーとアイサの高周波発生装置と高周波受信装置にはマミックが使用され周波数変換を行っている。デジタルレーダーには各ユニットごとにデジタルアナログとアナログデジタルの変換器が備わっている。フェーズドアレレレーダーであっても一本のレーダー波ビームによって探知するには 探査対象空間からの電波反射の受信時間の間は一定の間受信していなければならない。例えば0メートル地点から100キロメートル先の目標までの反射波を受信するには大気中を200キロメートル電波が進む時間だけ一定方向の受信状態を維持しなければならず、200キロメートル秒速29万7600キロメートル EC イコール0.672マセックの間は 他の方向からの受信は行えない。このまま送信は可能である。デジタルレーダーでは、デジタル制御による自由度の高さを活かして、他のフェーズドアレーレーダーでは行えない高度な機能が実現できると言われている。デジタルレーダーでは、多数あるアンテナエレメントを2つや3つの群に分けて、それぞれを別の方向に指行させることが可能となり、一つを広域探査、 一つを敵目標からの放射信号の受信、一つを複数の味方ミサイルの誘導といった用途に同時に振り向けられる。しかし一つのレーダー波ビームを作り出すアンテナ素子数が減ればそれだけビームが絞り込めずに広がり探知精度が低下する。レーダー波に通信情報による変調をかけることで友軍等との通信が行える。送信出力をコントロールすることで 大きな電波出力のレーダー波を敵の電波センサーや場合によっては人体に送信して障害を与えることが可能となるとされている。コンフォーマルアレイアンテナのアンテナ特性とリトクコンフォーマルアレイアンテナとは航空機の機体外反などの局面に沿って配置されたアレイアンテナのことである。アンテナエレメントの放射、受信特性は角度によって異なるため、 複数のアンテナエレメントを使用するアレイアンテナでは、各アンテナエレメントの取り付け角度によって、電波利得を変えて計算しなければならない。軍事研究2007年9月号、21世紀の米空軍次世代航空宇宙戦力、新型 LRS 爆撃機極超音速兵器 P123P146。ありがとうございます。